てるんで、そこからインスピレーションを得てあげてるけど、基本は多分必殺シリーズ。イメージはプロットとしてどのように変わっていきましたか？プロットとして曲を作って、曲のイメージがあるので、曲のイメージを伝えやすくする衣装とかを作るので、なんかこういう格好がいいなとかあるのは、曲に合わせて、その時のこういうコンセプトがあるのでとか、そういう考えをやっていて、曲を何個か作ってるうちに、今回のアルバムはこういうコンセプトでいこうっていうのを、歌詞の面とかも含めて、大体2人でやって、でじゃあ次、今回全員真っ白でいきたいとか、こういうのがいいとか、たまにはこう絵を描いて、でデザイナーに渡して、で全員の分描いてみて、こういうのでやってくださいとかやったりとかするので、先にやっぱり曲のイメージがあった上でやるっていう、今日のタイアップをしてもらってるときに、400万円の衣装を作ってもらったことがあったりとか、色によって違うので、最初はそんなメイクもしてなくて、いろいろやって楽しくなってきたんで、やっぱ最近っぽい感じですね。でも、タイアップした衣装でやると、お金も出してもらえるけど、口も出てくるんで、うるさいなと思って、見やすい衣装を作り合って。何が一番楽しかったですか？ライブも楽しいですけど、まあ、曲あって楽しいなと思って作ってる時に、できたらとか、曲が全部できたら、デザインをしたりしてるんで、デザインして、あと、どこのお店で売ろうとか、あとどうやって売ろうとか、最後、売れて、例えば1000枚作って、1000枚がなくなった時に、ああ、よくやったなとかっていう感じで、なんか、結果がある程度出た時がすごく嬉しい。どうして解散をしようと思ったのでしょうか？基本的には進んでいく方向性の違い。基本的にはもうバンドはやらないかもしれないです。できれば、まあ、フラットでやれなかったことを作品として作りたいな。レーベルはやっていくんで、はい、アーティストが多分10個ぐらい埋めて、GPK にはしばらくは行くと思うんで、多分これがもう切れていやとならない限りは大丈夫。サウンドスカイは最後のアルバムになりますが、何かメッセージは込められてますか？もともと最後というのを意識して作ってたわけではなかったので、集大成というか、今のブラッドの高校生でのやれることは全然やってるかな。アルバム4枚、僕が入ってからアルバム4枚作って、4枚作ってるのはなかなか誰でもできることなので、僕がやってきたことはちゃんと。アルバムに集約されてますね。自分たちで作った CD で今まで言われたけど、雑誌に収録してもらったやつとか入れたら多分5万人ぐらい、5万人の人が中で何かの形でプラットの作品を持ってくれてるんで、それがずっと残っていくと思って、まあ、と次にノウハウがいろいろ自分の中で変わってきたんで、だからメンバーが変わったとしても多分同じとこまでは自分でいけるんで、そこから先はそのいるメンバーごとによっていける形が変わるけど、いけるところは例えばメンバーが例えば違ったとしても多分同じとこまではいけるノウハウは作れたんで、今回も基本的には例えば歌ってくれる人さえ分かればフラットは続けようかなったら続けれたけど、
一区切りつけてもいいかなと思って、気持ち的に、まあ、やれる、やりたいだけのことはやれたんで、なんか、一区切りとしては良かったかな、今が一番楽しめてるかな、前はやっぱツアーとか、スケジュール的にもすごく心配だったんですよ。疲れてたけど、今はちょっと余裕もあるし、その時は多分一番楽しくできるかな。物販が全部なくなってたら答えてくれたって思うけど、なくなってなかったら答えてくれてないって思うけど、メキシコのファンはみんな世界で唯一みんなで歌ってくれるって、まあ、今日もきっとそうなるだろう。今までいろいろありがとう。¿Cómo ves que ya se separan? La verdad me da mucha tristeza y me da nostalgia, pero estoy feliz y muy agradecida de haberlos conocido. Son lo mejor. ¿No fuiste ni a la escuela para venir a verlos? Solo vine, fui por una calificación y me vine corriendo, pero ya con el lugar asegurado con mi hermana acá. ¿Cómo creen que vaya a estar? Poca. Genial. Muy bueno. Triste, pero muy bueno. Demasiado triste. ¿Triste porque ya se separan? Porque es el último, ¿no? Es el último concierto. Y los amamos. Yo los sigo quiero un hijo tuyo. I love you. Cae de tome. Es obvio que vine a ver. Sí. Soy su fan número y uno. Y no ver así, se. Sí, definitivamente. Soy su fan número uno aquí en México. Ay, es increíble, es lo mejor que he visto. Me dio el mejor día de mi vida. Nosotros venimos a ver a Cisen. ¿A Cisen? A JPK y a KR. ¿Qué te pareció JPK? JPK. ¡Ay, es un amor! Es bien lindo, canta precioso. Y a Cisen, a JPK. ¡Cisen, te amo! ¡Cisen! ¡Cisen! ¡Eres lo mejor, Cisen! Fue chingosísimo haber bailado con él, estar en lo que él estaba pinchando y espero que vuelva a pasar. Me gusta mucho el concepto de visual que tiene él, aparte la ropa que él hace como diseñador. Y también gracias por haberme aceptado el venir acá, que me haya elegido a ella y a mi novio. Ah, ¿vienes de Los Ángeles? Ay, qué chido. Y ¿y qué opinas de que ya es el último concierto de Blur como banda? Se me hizo muy triste porque verano me voy a mover a Japón y yo tenía planeado asistir a eventos como Adam on Night o Tokyo Tech Dance y a ver si ellos van. Y me puse muy triste que ya no van a ir. Rompí el corazón. Suki estaba muy feliz, estaba. Pero me puse triste que no estaba Kaede, pero. No sé, era un ambiente. Todos estaban excitados y felices, pero al mismo tiempo todos sienten adentro que están tristes porque ya no los voy a extrañar.